はい、こんにちは。今日はですね、皆様に一つご紹介したいものがあります。そしてね、後半には私たちのクリスマスの思い出についてお話ししようと思います。よろしくお願いします。誰が聞きたいんやつ。まあ皆さんすいませんが、ついてきてください。はい、はい、クリスマスプレゼントは皆さんお決まりでしょうか。まだ決まってないという方にぜひおすすめしたい商品ございます。それはこちら、じゃじゃん、ノードグリーンさんです。ノードグリーンさんの時計ですね。はい、つけ心地だったり、はい、まあ、デザインだったりを、ね、皆さんにねお伝えできたらなと思います。あ、来ちゃいました。何をしようんだ。はい、じゃあこちらユーに開けてもらいたいと思います。はい、で今回ユーがね好きなデザインで選んでもらってね、うん、こんな感じで、カスタムできるんですよね。自分で全部できるの。そう、なんかねダイヤルカラーであったり縁とかこのベルトストラップかなの色であったり全部選べるんですよね。すごいね。そうで、ユウは何選んだ。ダイヤルカラーがブラック。ダイヤル、あ、中のね。そう、おで、縁がシルバーでしょ。うん、で、ストラップかなベルトの部分がブラックレザーです。かっこいい。なんかスタイリッシュな感じだね。そう、仕事にもね使えるかなと思ってこれを選びました。結構ね、スーツ着るからね。そう、確かになんかスーツにも合うし、私服の ね結構ねブラックコーデが多いんですよ。私、あ、見てください、黒が好きなんで。今日もブラックコーデ。そう、なのでねこういうのにね合わせれるかなと思って、うん、ブラックレザーにしたり、ダイヤルカラーはブラックにしました。中黒っていいね。中黒いい ね。しかもこの大きさ、文字盤、うん、文字盤っていうのかな、この大きさは36ミリにしました、うんうん、なんか選べるんだよ ね3つ。そう、大中小みたいな。そうそうそう。でもこれプレゼントねされるとすごい嬉しいかもね。時計ってやっぱ使うからね、仕事でもプライベートでも。みーちゃんにはね一昨年プレゼントしたけどね、時計。自分もね欲しくてね、すごい嬉しい。こんな感じです。わあ、かっこいい。ちょうどいいかも、大きさ的に。あ、36ミリでよかった、ね、よかったよかった。つけ心地はねフィットフィットぴったり。何、その痛いとかないの。あ、全然大丈夫。なんだろう、自分あれや、細いからな。あ、手首が。そう、手首が細いんですよ。ふくらはぎでかいんですけど、ここだけ細い。マジ半ピレだよね。ほんと、もうみんな一緒にしてほしかった。いや、これ素敵だと思う。クリスマスプレゼントの一つに、好きな人にプレゼントしてみてはいかがでしょうか。概要欄にクーポンコード貼ってますので、そちらのクーポンコードを使っていただくと、こちらの時計とかね 15% オフで買えますので、 ご興味ある方はぜひ概要欄チェックしてみてください。お願いします。お願いします。もうちょっとでクリスマスですね。はい、皆さん予定はどんな感じでしょうか。私たちは特に予定もなく、お家で過ごす予定です。はい、もうね、お家でねお酒飲んで美味しいもん食べて。あ、でもケーキはそんな豪華とかではない。ケーキは2個頼んだよね。某スーパー某スーパーで買ってちょっとのを買って、それを食べながら話をするというね。2人で過ごすのは2回目。3回目3回目か。あ、これで3回目。あ、そう、3回目だ。3回目です。3回目か。1回目覚えてますか。あ、覚えてますよ。まだ私が一人暮らししてた時の。え、あのピザ。そう、ピザ。寒っ、今ブルンってなった。やだ。その時さ、私生理にならんかった。なった、なったよな。みーちゃんね、ちょうど24、25でね生理になってね、爆睡かましてられた。そう、めっちゃめっちゃお腹痛くて。そう、やばかったんです。その時言わなかったんだよ、お腹痛いとか。そう、薬飲んどったん。いや、もう我慢してた。
何も気づかなかったその時、もうなんか眠いって言ってた。あ、だからもう1時間ぐらいねずっと寝てた。初のクリスマスなのにとか思いながらも、ごめんなさいね、まあ、生理やけんだなって思った。そうだからすごいね、それは覚えてる。痛いのは知らんかった。そう、めっちゃなんか痛くて、なんでこの時に生理くる、確かに思った。でその時の頼んだピザが、そう1枚頼んだらもう1枚無料みたいなやつで、うん、1枚全部チーズのな。そう、チーズ大好きなんで、チーズのやつだけを頼んだ、初めて。なんか1枚目はめっちゃ美味しくてわーって食べるんやけど、あれやろ、いろんな種類のやつだったっけ。そう、いろんな種類のやつ、なんか4種類のやつとか。違う、チーズの話何の話。あ、そう、ごめんね、もう眠いんだね、もうピザのチーズの話の、ピザのチーズの話だ。あのすごい大きくて、こんなん余裕で食えるやろうって思ってたけど、で2枚目3枚目はもうもう胃もたれしたね、飽きたみたいな感じでね、次の日もね食べたの。そうそう、一気に食うもんじゃないなっていうのを学んだ。そう、思い出があるな。で、その時にあげたプレゼント覚えてる？覚えてる。マーク・ジェイコブの時計とペアリングだよね。そうそうそう。で、みーちゃんはあのね、リールームの服とダブルダブル、なんかこういうやつ、あ、そう、なんか海系の、そう、海系のが好きって言ってたから、そう、あの私めっちゃ調べて海ブランドみたいなのからなんかすごい可愛いの出てきて、あ、これ知ってるかなと思って、私は知らなかったあ、そう、そっちは知らなかった。リールームは知ってたの、うん、そうだね、そういう感じだね、最初のね、うん、2回目はなんだっけ。私2回目はあんま記憶にないんだけど、ちゃうよ、2回目あれだよ、なんか同棲するからって最後のクリスマスは家族で過ごすって。そんなこと言った、言った。あ、でその前に三重行ったんか。そう、三重、そう、三重がクリスマスのあれにしようねって、旅行にしようかって。そうそうそう、で名古屋にすっごいいいホテル泊まったんやな。当たったんですよ、みーちゃんが1泊2日で、ね、スイートルームみたいな。そう、あ、綺麗だ、すごかったよね、あれ。これただで、なんか一日タワマンみたいな感じで、そう、わあいいなあって、まあ、思ったな。ね、で三重に行った後に焼肉行ったんじゃん。そのクリスマスイブ前に確か、あそこの、あなくて、うん、焼肉食った。去年は。あ、でプレゼントはもう渡さないって知ってたんだよ、ね、旅行行くから。そうそう、お金がねかかるからって。そうだ、ね、うん、そうだそうだそうだ、プレゼントね、なんか、うん、そう、あげてないね、うん、あげてない、あげてないっけ。お手紙しない、お手紙はしたと思う。え、でもそんな、あ、お手紙はくれたんや、お手紙したと、うん、覚えてないわ、あげてないよね、多分あげてない去年は確かあげてない、うん、なので実質あれだね、一緒に過ごすのは2回目か、うん、そっか、楽しみやな、喧嘩しないように最近喧嘩するからいろいろとね、あの詰まっちゃってて、ね、そう、あのすごいよな、こうした方がいいみたいな、こう、うん、2人の、そう、ちゃん、多分いいことなんね、ちゃんとどっちも意見はあるから、うん、意見を言えるっていうのはいいことなんだけど、衝突することがねちょっとね、ある、あるからね、気をつけたいと思います。どっちも毒を吐くの本当に皆さんが分からん、分かってない、もうね、見せたことないけど本当毒を吐くんだよ、ね、違うってばみたいな、いやそういう意味じゃないってとか言って、そうそうそう、ガチガチで、もういつもと違うトーンで喋ってるから本当にもう見せたくないぐらい、うん、もう私たちもねそういうところあります、ね、ありますんで、完璧なものではないですはい、毒を吐きます、うん仲良くやっていこうと思います、うん、仲良し、仲良し、はい、こんな感じで今回の動画は終わります。はい、今日もご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー、メリークリスマス、はい。